始まりました。 X ボールコンバット第7試合、ナレーションは今西琴音でお届けします。 X ボールコンバットとは、水沢チームと白瀬ゴールドチームが20試合の間に5勝3を目指して戦います。現在の戦況は6試合を終え、白瀬ゴールドチームが2勝のリードとなっております。本日の対戦メンバーを発表いたしましょう。ブルーサイドの水沢チームは与後慎之助、藤原康介、対するレッドサイドの白瀬ゴールドチームは鈴木優斗、岡田太郎、市場シャレンとなっております。またリツイート数の結果、水沢チームが X ボムを7発、白瀬ゴールドチームが X ボムを3発でのスタートとなります。それでは試合へ参りましょう。 X ボールコンバットスタート。さあまずは第1セット目です。参りましょう。白瀬ゴールドチームからは岡田太郎選手、優斗選手が出場しております。ゲームスタート。まずは水沢チーム、与後慎之助、吉原康介選手、与後慎之助選手がねシュート権持っていたんですけれども、岡田選手しっかりとキャッチして真ん中に、ど真ん中にゴールを入れてきました。さあ打ち打ちブレードで打つ、スレスレでしたね。スレスレをめがけてきちんとシュートを入れてきました。1対1。さあこのねブレードをね、手が振り切った方向に出ていくので命中率が非常にね難しいんですけれども、しっかりと当てていく。さあここで1対2。おーっとナイスキャッチ、岡田選手めちゃめちゃいいキャッチでしたね今ね。さあまだまだわからない、シュートを逃げてシュートして、いやーこれはすごい、最初からねぶっ放してますね。さあ1分半、1対3、見事 X ボムをかわしていく。鈴木選手がね奪っていったんですけれども、すかさず与後選手奪っていきました。ブレードね当てて KO していきましたね。2対3、1点差。勢いがありますよね、どちらのチームも勢いがあります。まだまだわからない、しっかりとここで狙っていく。うわー、ここで鈴木選手しっかりとキャッチしていったがシュートミス、これは悔しい。さあ藤原選手がシュート権を握るが、しかし鈴木選手しっかりと奪い取ってシュート決めていった。いやーこれはすごい、残り時間が着々と迫っていきます。まだね、そう外野からもね3点差あるからねという声が聞こえたんですけど、まだあります。さあしっかりと縦軸揃えていったんですけれども、水沢チームはしっかりとねあの後ろに隠れてシュートされたとしてもキャッチしていきました。2点差、残り50秒。おー藤原選手奪うが、岡田選手がキャッチして、これは悔しいですね。与後選手の頭上を通ってシュートを決めていきました。3点差、シュートね、あーこれは悔しい、シュートミス。そうですね、結構ねシュートもブレードも振り切った手の向きでね、向き速さで速さが変わってしまうので非常に難しいんですけれども、的確に当てていっている、すごい。4対7です。残り時間は着々と迫っていきます。25秒、ナイスキャッチ与後選手、あー岡田選手もナイスキャッチですね。あー一回ねシュートミスかと思いきやだったんですけれども、立て直して後ろに下がった瞬間をシュート決めていきました。ナイス藤原選手。さあ残り15秒を切っております。今だ3点差、ナイスキャッチ、あーナイスキャッチ。さあ鈴木選手避ける避ける、一人で避けるが、しかしね藤原選手奪い取ってシュート決めていきました。残り時間がわずかわずか、ここで決められるか、ナイスキャッチ。まずは1セット目、6対8で白瀬ゴールドチームの勝利です。
さあ続きまして2セット目です。お、白瀬ゴールドチームはメンバーチェンジがございません。参りましょう、ゲームスタート。さあここでね、白瀬ゴールドチームが1セット取れば勝利ということだったんですけど、1本目はですね、水沢チームがしっかりとシュート決めていきました。いやー、岡田選手は本当に切り返しが早いですよね。さあ奪い取る鈴木選手、ブレードで奪い取ってしっかりとシュート決めていきました。1対2です。最初から白熱してますね。ナイスボム KO。 なあ鈴木選手がね、コートを走り回っての、しかも2人の間を通ってシュートのスーパープレーですよ。もう素晴らしい、ナイスシュートですね。ヨゴ選手はシュートするときやはり冷静に軌道を見てますよね。さあ1点差、残り1分半を切ろうとしております。ここで岡田選手で決めていきました。さあ藤原選手がシュート権を握っています。ボムをね、出す前にやられてしまいました。しっかりとシュートして決めていく。これは白瀬ゴールドチーム勢いがすごいですね。あー惜しい、これは惜しいですね。悔しいと思います。あー、まだまだわからない。しっかりとブレードで狙っていくが、ここでね、ちょっとね、藤原選手の反応が一歩遅かったですね。さあ最初から大差がついてきてしまっているが、しかしボムに気を取られている瞬間にね、藤原選手シュートを決めてきました。これは熱いなあ。あー、ナイスキャッチ。岡田選手のキャッチをシュートキャッチして、鈴木選手がキャッチとシュート。これはすごい、白瀬ゴールドチーム勢いがすごいです。焦ってしまうとね、やはりやられてしまうが、藤原選手一人で避ける、ナイスシュート。これはね、ちょっとヒヤッとしましたよね素晴らしいです。なあ、ダブル KO、 余裕のシュート、素晴らしいですね。ボムに気を取られるか取られないか、もうすでにやられてしまっていて、鈴木選手すごいさっきもそうだったんですけども、一人でねコートを駆け回るっていうのはすごい体力と、視野の広さだと思います。ナイスシュート。さあ残り時間が30秒。この4点差、じわじわと攻めていきたいが、ダブル KO 余裕のシート、これはすごいな。なんとかしてね、ペースを立て直していきたい水沢チーム。これはもう2人の連携がすごいですよ。シュートを決める、 X ボムをね、藤原選手が溜めている瞬間だったんですけども、シュート権奪われてしまったのでね、決めていきました。さあ際の際を狙ってシュートしていきましたね。ヨゴ選手は冷静に軌道を見てシュートするのがすごくうまいんですけど、あー、ダブル KO のシュート、これは勢いが止まらない。藤原選手はね、あの際の際を狙ってシュートするのが非常にうまいので、おー、決めていく。これはね、このシュート本当うまいですよね。やはりここは白瀬ゴールドチーム勢い止まらずか。あー、ここでね、痛恨のシュートミスなんですけれども、この最後まで、さあここで試合終了。2セット取ったのでね、白瀬ゴールドチームの勝利です。それでは勝利した白瀬ゴールドチームより、今回最も活躍をした岡田太郎選手から勝利者コメントをいただきましょう。
はい、というわけでね、いただいたわけなんですけれども恒例のいただきました。これもね、しらせゴールドチームのパフォーマンスとして、パフォーマンス点加点なんじゃないでしょうかこの次の試合も頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。さあ、今回の試合の結果、しらせゴールドチームが勝利となりました。そして現在の戦況は、しらせゴールドチームの3勝のリードとなります。そして気になる次回、8月27日木曜日21時からの放送の出場選手ですが、水沢チームが水沢龍、犬塚雄介、しらせゴールドチームがトラボ、松村ザック、飯山高博となります。次回はどんな試合が繰り広げられるのか、 X ボールコンバット第8試合、ぜひお楽しみに。ナレーションは今西琴音がお送りしました。バイバーイ。